37号南アルプス公園線は、山梨県南アルプス市から南駒郡美信町に至る主要地方道に指定された県道である。南アルプス街道の一部をなす。山梨県南アルプス市足安足荘野呂川、日西方から南駒郡美信町下山鶴巻に至る。1994年に、野呂川並高島停車場線から解消。 早川沿いに南アルプスの峡谷を通る。南アルプス市足安足草の広川原から奈良田海運水道の間は、強愛なトンネルが連続する悪路区間であり、11月1日から6月30日までは、冬季通行止めとなる。2005年からは、自然保護のため、開放期の6月下旬から11月上旬まで、マイカー規制を行っている。広川で、 山梨県栄林道南アルプス線とは地図上では接続しているものの上記の通り一般車は実質的に数年通行止めとなっているため丸山林道と接続する奈良大北で他の道へ抜けることはできない災害による通行止めも多い2014年の台風第11号では早川町にある琴都トンネル付近で8月10日に土砂崩れがあり 翌日の復旧まで79世帯112人が一時的に孤立状態になった。他、工事などによる時間規制もたびたび行われている。静岡県道60号南アルプス公園線との関連はない。南アルプス上空より見る、山梨県道37号南アルプス公園線、早川と富士川の交流点付近。ありがとうございます。